はい、どうも、川島です。芹沢俊平と申します。対戦相手の方が見つかりました。おもちさん、お相手のパーティーはギャラドスヒードラン、ドラミドロ、カプブルル、シャンデラ、そして、ヘラクロスですね。はあ、なかなかおもろいパーティーだな。なるほど、ブルル。相手からして、ドヒドイデアかなり重いんじゃないですかね。だから、ドヒドイデアに強いポケモンを出してくると思うんですよ。そこを読んで選出していきたいと思います。そして、ドヒドイデア出しません。ギャラドスが結構きついんだよな、このパーティー。これ、ボルトロスが結構刺さってるな。カプレヒレ、ボルトロス、テテフでもいいかもしれないな。バシャーモも刺さってる。いや、もうボルトロス、カプレヒレ、バシャーモでいきますか。はい。おもちさん、対戦よろしくお願いします。ヒードラン来た。ドグドグ守る噴煙型とかですかね。ここ普通に10万で殴りますか。とりあえずヒードラン引っ込めた。ドラミドロ、硬い。特防が半端ないな。いや、でもここ10万で突っ張りましょう。ヘドロウェーブ、うわ、ついえ。10万で。ヘドロウェーブ。テテフを出していきます。これは殴り合いの試合になりそうですね。裏を読んでヒードランが出てくるかもしれないですけど、一応神通力で。ああ、出してこなかった。さあ、ヒードランでしょ？オッケー。気合玉を当ててくれればオッケー。気合玉当てろ。オッケー。当てていく。ラスターカノン。オッケー。さて、裏は目が進化、ギャラドスの可能性があるな。シャドーボールで アタッカー型のヒードランなんだ。オッケー。ここでこのヒードランを起点にしていきます。バシャーモで、メガ進化して剣の前を打ちます。
さあ、大地の力は耐えるような気がする。メガネとかじゃなければ、まあ、メガネだったらラスターカノンなんで。オッケー、耐えて空割りで、毛先でチョップが入っていく。さあラストは、ヘラクロス。これは気合の助けじゃなければ勝ち。フレアドライバーで。オッケー。え、ワンパク HB とかじゃねえよな。積んでっから多分。はい、これで対戦ありがとうございました。はい、オッケー、チェスト。さあ今現在2時39分、あと5時半、5時間半後、4時間半後か、4時間半後にはもう仕事ですね。わあー、やば、頭回んねえわ。寝たんですけどね。アディオス。ウェブカメラ計画、早くしろ。